はい、こんにちは、お世話のコウです。はい、今日はガンオペですね。はい、とりあえずね、 OC の方まあね、締め1日前、まあ1日っていうかね、もう半日ちょい前になりますけども、お疲れ様でした。まあ、私はこれ見えないかな、130エリアぐらいっすね。まあ、この辺でまったりと終了したいと思います。とりあえず報酬とか見てると、120いけばいい感じ、エリア報酬とか見てね。もうそんなに、だってこれ以上いっても、ねえ、まあね、エリアクリアのパネルね、あれがね、100エリア超えると豪華になりますから、まあ豪華になるって言っても、あれで一番美味しいのってなんすかね、プラチケの3枚と、あとはあれですよね、パイの星さんの育成のやつですよね。あれ、これですよね、星さんの、これね、これがまあね、あの先に開けていただいた方がね、まあ本当に感謝なんですけど、追ってね、もうクリックしてね、いただけるっていうような流れで、まあだからパイでも、あれもうね、星さんもでも、あの合成のねやつも、そんなに上がらないからね。やっぱ星音のやつはすごいっすね、パイのやつ。あれ味わっちゃうと、もうなんかもう PP とかも、もうちまちま回してやるのめんどくさいですからね。でまあランキングの方ですね、もうこれもうさ、もう俺多分ね、このゲームもうそんな長く続かないと思うんだけど、どうすか本当に。もうなんかひどくない、もうさ、なんかもう上位陣のもう何ねえ6割ぐらいチートじゃんこれねえ、ひどいゲームだねこれ。で俺さ、内情をよく知らねえけどさ、このね、上の2チームって仲悪いのなんか競い合ってるよね。まあで、まあ、そんなどうでもいいけどね、もう興味ないから。ね、だってペンギンなんて、これもうずっと1位だったでしょ今までね。え、まあ1位か2位にいたでしょ。もうこれ明らかにあれだもんね、なんかバレバレだよね、もう今まで全開でしたって言ってね。え、ちょっと今回はちょっとだけ手抜きますみたいな、ちょっとねえ、ボットの方の使用をちょっと緩めますみたいな感じでね。まあどうでもいいけどね、こんなこんな競い合ってること自体がもうなんかこのゲーム間違ってると思うしね。でなんかね、まあこれ見ててさ思うんだけどさ、あれっすよね、ハテナハテナがいないっすよねもう完全に50位とか、もうなんかさじ投げたんすかね50位にいますよね。なあ、俺だから言ってるのはね、もう大体はあれっすから、ねえ、俺一緒にやってきたやつらばっかで、もうねえもう全部でやり方見てきたから、ここまでね、はっきり言いますからね。まあね、こんなもんすよこのゲームはだから運営がさ、もうなんかあれじゃん、
もう なんだろう、もうチート自由にやってくださいって言ってるようなもんじゃん。だからもうやったもん勝ちになってるじゃん。ねえ、散々もうさ、だってマクロとかあの辺で文句ね、クレーム、運営にクレーム出してきた人たちって、まあ暴言も含めてね、もうさ6年7年多分は、だって俺がこのゲーム始めた時にもうあれだもん。ちょ待ってリンク貼るわ。だってこのサイト運営してたのももみもみとかのやつだ、やつらでしょ。これね、これ有名なサイトだよね、犯罪サイトね、FC2 の、ま、エロサイトのやつだよね、海外のやつでね。これ俺始めた時にはもうこれあったからね。だからもう、どう6年前、もう6年前ぐらいからもうこれ全然ここで販売してたからね、うん、でこいつらのね、つるんでたそのね、あのやつらがまあね、今でももうね残ってる老舗チームのやつらが YouTube とかでさ、でもみんな知ってるっしょ、ガンガン販売っていうか広告出してね、代理店でね、ね、もうレベル上げもあれも全部オートでできますよみたいな感じでやってたもんね。で裏取引してたのがあのチートツールの方ね、うん、まあもうマクロもあのチートだけどね、ポチポチゲームのマクロはもう全部チートっていう認識になっちゃいましたよね、うん、だこいつがね閉鎖した時はあれだもん、まだグレーゾーンの時、うん、でその後にもう一般に対してもすごい厳しくなったね。この頃はまだあれだよね、ね、みんなも検索してもらえば分かるけど、あのゴールドリプレイっていうね、あのチートツールとかを作るベースソフトだよね。まああれも海外のソフトのパクリだけどね。そうそう、ゴーストリプレイをね、なんかどっかど神奈川かどっかのね、で会社があれも結構大々的に販売してたもんね、有名だったもんね。こっから変わったんすよね、流れが。でそれをバカたちはさ、ニュースとかも見てねえからさ、あれじゃんね、何にもそういう状況も知らずにさ、何食わぬ顔でずっとマクロを使ってたわけじゃん。大体のやつはね、俺も話聞いてるし、まあ、実際にね一緒にやってきてね見てるけど、去年のフラッシュ終了までがっつり使ってるから、うん、でチートツールに関してはもう有名なのはあれだよね、もうチートエンジンとかもさすごい有名だけどさ、やっぱスペックの改ざんだよね、プログラムの、うん、コードの改ざんだよね。だからもう回避とか命中は簡単にいじれるからね、ぶっちゃけあのハッカーからさ、だからガンオペがさそういうの全然やんないじゃん、うん、俺見ててもわかるじゃん、もう全部さ証拠出してさ、ああやってやっててもさ何食わぬかんとやってるでしょみんな。だからこれさもうさ不正したもん勝ちのゲームになっちゃってんの、やったもん勝ちの。そんなゲームに誰がさ真面目にねえね、金かけて時間かけてやるんだよって感じで、だもう犯罪者ばっかじゃん。上にいるたちいるたちねえ、いるやつら、うん、だからなんかもう何チート対チートのゲームになっちゃってるもんね、うん、ね、でも今のマクロなんてだってこんなポチポチゲームだともう完全にね、薬ね、あれだよね、要はもうさ
この課金アイテムあるっしょ。もうこれ完全にアウトだからね。あれ課金アイテムってどこで買うんだ、ショップだったっけ。要はさ、このエナジーとか BP とかね、アタックチャージとかまああるじゃないですか、この辺。これマクロでさ、全部稼げちゃうわけよね、この辺の部分を。課金アイテムを。もうこの時点で完全にアウトっすね。うん。だからもう運営通さなくても、もうガンガンね、皆さん証拠持ってる方は、ね、もう直近3年だよね。もういない。まあ、ねえ、近ければ近い方がいいっすよね、その情報のネタが。ねえ、ね、やっぱ過去にさかのぼっていくとね、やっぱりなかなかね、操作とかそういったのもしてもらえなくなりますからね、なるべくやっぱりね、直近の情報でもうそういったものがあったらもうどんどんね、通報していった方がいいんじゃないかなとは思いますね。ね、やっぱもう課金アイテムをね、まあ、間接的に、もうね、もうでも直接的もあるか。強化フレームとかなんてもう完全に課金の箱ガチャのセットになってるやつだから、もうあれも課金アイテムと一緒だ、一緒ですもんね、解釈としては。だからもうあれよ、もうこれはね、そういうゲームだっていうので割り切ってやった方がいいっすよ。だからもう相手にもしないし、もうガンガンみんなで YouTube 晒して叩けばいいじゃん、証拠がある部分に関してはね。もうだってそれ正当な行為だから。ねえ、犯罪者叩いてね、それがなんかね、違法行為だなんてねえからさ。だからまあやりすぎはダメだけどね。まあだからやっぱりね、ね、俺ももう喧嘩売られてるからさ、ね、メール見ても分かる通りとかね、ああいうプロフのコメントとかでもそうだけどさ、もうあいつらから喧嘩売られてるから、俺はもう多分このゲームが終わるまで徹底的にあいつらは叩くと思うからさ、まあそんなクソゲーですよ、これは。だからあれっすよ、もうなんかね、もうそれもネタにして楽しんでるっていうのもあるんだけど、もうやっぱね、身内でもうワイワイともうやるね、のんびりと、もうね、別に制圧寝落ちしてもいいじゃん、負けてもいいじゃん別に。だってでもうね、もうバンダムの方はもうチートとね、そういったマグロとかをもうなんかね、暗黙の了解でもどんどんやってくださいよって言ってるようなもんだから、これだけやってさ、俺だけじゃないよ、こんなのは。みんな通報してるよ。で、結局上のやつらがやっぱり金落としてるからさ、もう一向にバンしないわけじゃん。今の時代にこんなクソゲーありえんよ。本当に。だから、それに関してはやっぱり俺もさ、もうずっと書いてるけど、バンダムに対して、やっぱ消費生活センターとかにね、もうガンガンクレームあげる。ことだと思いますよ。やっぱひでえもん。机には4、5年前に、ガチャとかで結構やらかしてて、で、その、プレイヤーの声でね、まあ、あれもそうだよね、グラブルも。もう消費センターにね、生活センターの方にクレームが、アホのように殺到して、もうそれで改善していったわけだから。で、バンダムもすごい入ってると思うんですよ。特にこのゲームってもうガチャが未だにね、0.01% とかもアホみたいな確率でやってるから。ここはもう多分、ね、あれじゃないですか。なんかそういう政治家とか国の人とかに賄賂とか金渡してなんかもみ消してるんじゃないですか、そういうのも。だってもうおかしいもん、このゲーム。だからもうちょっとね、初心者の皆さんもね、俺このゲーム絶対ステマとかもいると思うから、でね、11連の動画 YouTube で流してるやついるじゃん、いっぱい。俺、その中にね、
一人二人はねステマいるんじゃねえかなと思ってるから、まあねそれはあくまでもあの私の持論ですけど、まあやっぱりいかんせんこのゲーム公平じゃないのはもう皆さんもよくわもうねあの分かりますよね、でね民度が低いっていうのも分かりますよね。まあ俺も含めて民度も低いかもしんねえけどさそれ言ったらもうあれよ全員民度が低いってなっちゃうから、ねえあのやっぱりねえ法律違反、犯罪行為を起こしてまで遊んでるやつらはもうやっぱまともな頭じゃないからさ、もうだからそういうのはもうどんどんなんかねもう晒していってみんなで叩いていってぶっ潰していけばいいんじゃないですか。ねえ、で今日はねもう一つネタにしたいのはもうね俺ねもうなんか終わりのカウントダウンが来てるなと思うんだけど、今度はもうなんかこの13配りますよって感じっすよねこれ人気アンケートを取るってことはあれっすよね、なんか1枚みんなにね配りますよって感じで、俺でもさもうさなんかねえコースペのユニットっていうのはもうさイベ頑張ったらとにかくみんな1枚はもらえるようなシステムにした方がいいと思うんすよね。だって遊べんじゃん、そうじゃないと。だからもうみんな制圧ボイコットしてるじゃん。 A なんか見てみ、もうほとんど無人だからね。昔の B1 とか B2、 もう B2 なんて今あるのって状態ねえ、でこれなんすか、星5ユニット10枚確定セットボックス販売ってこれ選択系だったらもう完全にこのゲームおしまいっすよね。これはなんか100連みたいなランダム系なのかな、10枚。ねえだから10連みたいな感じ、10連で全部星5が入ってて、ねえその中でまあねコストがランダムに入ってる、まあ大体は低コストね 9.9 割だと思うんですけど出るのが、まあそんな感じかな。だからっていうかさ、今年に入ってからもうすごい箱ガチャのさ販売の仕方がえぐくないですか。もう SP ももうね含めて、だからもうなんかどんどん凸もできるようになってきたし、まあね間違いなくもうこれで読めるのはインフレ前ですよね。5の14が出るかもう星6が出ていくか、でもこれ星6が出たらもうだ多分ついていくのはもうチートしかいないかなと思ってるから、ね、まあだってねやっぱ皆さんいろんなゲームやってみてくださいよ本当に。もうね本当にこの運営のなんかねえなんかプレイヤーをみんな公平に楽しませようという気が全くないのはもうねえ見えてきてますからね。結局は課金した方がしか遊べないゲームにもうどん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 なんかねえ拡張していっている感じですよね。バカらしいよね。こんなことしないと金稼げんのかな、バンナムって。もうこんなんだってギャンブルじゃんギャンブルゲームっすよこんなの。換金はできないけど、しかもあれでしょ、使い捨てのお金になるでしょこんなのアイテムとかもね、資産にもなんねえからさ。ね、まあそれでも納得できる方はねガンガンお金ぶっこんで、俺強えだろうってね生きてればいいと思うんすけど、まあ正直頭弱いっすよね。まあそんな感じでなんすかね、なんかもうなんかゲーム性とかね運営を含めてなんかもう腐りまくってるゲームだなっていうもう印象ですので、まあね
今日も愚痴ってみました。もう改善するあれないじゃないですか。だからもうチート民だけ楽しんでいただければね。で強さ求めてやればいいんじゃないですかね。もうね、俺はもうあれっすよ、もう早々に撤退っすよ。そういうゲーム性に関してはね、もうあとはもううちうちの遊び方でのんびりワイワイしていこうと思います。では